標識があったもん。まもなく目的地周辺です。案内を終了です。桜ここに置いとったらいくら食べられたらいいか。あかわいい。ついていった方がいいかな。ついていった方がいいかな。こっち撮んのすごい大自然。あれやな、こう家族ホームムービーを回すお父さんかましいわ。すごい水が綺麗やな。これもうもしかしたら多いんじゃない確かに。行くな。ああなるほどなるほど。いや何もったい冷たくない。ああ水温冷たいけど、うん、まあ、ブリブリ普通の川並みやね。大丈夫すごいな。ここで
顔がダメになっちゃいそうだからあんまりこれで遊んでると怒られるな。めっちゃビビってる。こいつはやったら人懐っこいな。全員同じ顔の動きしてる。かわいいな。すげえ寄ってきてる。16歳かな。うん、俺のファンやな。インスタに載せる。いや、俺は動画撮ってるっていう、まさかの。
逆にあるトンボに。トンボに大好きみたいな。まあ多少はね、やっぱり僕も人の子ですから。トンボにね興味ぐらいありますよ。あ、ここいいね。このそうか、なんか映れちゃえんところ、映っちゃいけないものが。そういうの信じてるタイプ？いや、信じてない。マジ？トンボが映るかも。それ一番ホラーだわ。いや、すごい。そして、つとむさん、ありがとうございます。すげえな、イニシャル D やんけ。おい、ちょっと飛ばしすぎだったな。いやいや、そういうことじゃなくて、道がね、道が700m 左方向です。いや、もう手の魚臭さがやばいな。やばい。厳密に言っていくら臭さやけど。あ、確かに。絶対これいくらだわ。あいつらのさ、自然の餌がもういくらってことな。いや、違うだろ。で、でも、なんか川魚でさ、ほら、ね、何の説明もできてないんです。左です。くぅくぅ。鍵が地味。およそ 1km 先、左方向です。いくらでもおるよな、鮭が登ってきたら。どういうこと？いや、いくらを食べる機会もあるんだろうなと思って。ああ、確かに。基本やっぱ虫とかなんじゃないの？確かに。要はなんかそのアマゴとかイワナってフライフィッシングで釣る。ああ、じゃあ変な虫捕まえて釣り場に刺しとけば。トンボでいいじゃん、トンボで。いや、あれ絶対刺したあかん種類のトンボやって。レアル。そう、レッドリストに載ってるやつ。それをアマゴの餌にしたって。そう、およそ 300m 先、左方向です。いや、でもほんま良かったな、さっきの。うん、思いのほかね。まもなく左方向です。何よりね、そのあのおばちゃんが、ウルトラいい人だったから。いや、わかる。いや、でもちゃんと儲けるとこ儲けてたからね、やっぱり。確かに儲けがすごいって感じ。儲けがね、確かに儲けすごいけど、まあその分、だって俺ら結局4匹しか持ってってないのに8匹くれたけんな。まあまあまあ、でも普通に考えて2人で6500円払ってるからな。まあね。で、多分15、6匹放ってるからね、あれは。右方向です。いい商売や。ただあのアマゴの自体の出所がめちゃくちゃ気になるけど。あ、なんか、ちょっと前まではあのヒルゼンの方で飼ってたって。もう、でうちでそのあそこで養殖してるわけじゃないらしいわ。なるほど、そらそうか。まあでも養殖しようと思ったらできるんじゃろう、多分そういう施設があったもんね。およそ 7km 先、左方向です。謎が深まるばかりやな。 T ウイルスとか使ってるかな。あのおばちゃんいい人に見えて。そう、アンブレラ社の手先や。もしかしたらあの希少なトンボのトンボが摘出した。そうそう、 T ウイルス。 T ウイルスがね。 T はトンボの T やった。ひどい。ひどい、素直にひどい。何やねんそれ。 B 級映画になりそうだね。お前釣り日和。
やっぱこの辺普通に川に入って水もできるんだね。あこの時期なんかめっちゃ危険そうやけど。確かにさっき熊の写真貼ってあったもんね。そっちなんか水流できないみたいな。